民主同盟は南アフリカ共和国の政党である。党首はミュシマイマネ。DA の日本語訳について日本外務省では民主連合を使用している。2014年議会選挙における地域別で見た民主同盟の支持割合。南西部など青色が濃い地域で民主同盟への支持が高いことがわかるアパルトヘイト時代に。 白人リベラル政党として活動してきた、新歩党をルーツとしている。アフリカ民族会議に次ぐ議席を持つ政党で、ケープタウンに本部を置く。ケープタウン市議会では ANC を抑えて第一党であり、党首のついれが2009年まで市長を務めていた。白人政党や、白人支配政党と揶揄されることが多く、民主化後の十数年間は、 d.a. 支持者の大半が白人であったが、2000年代末以降は、カラードを中心とした、非白人にも支持が拡大している。1999年の総選挙において、野党の新国民党は議席を大きく減らす一方、アフリカ民族会議に対する批判票の受け皿として、民主党が躍進した。しかし、上下両院とも以前として、ANC が6割近い議席を確保していた。 2000年、地方選挙法の成立により、地方議会における、党籍変更が認められたことから、地方選挙対策として、NNP と DP は選挙連合を行うことで、合意し、新党、民主同盟を結成した。しかし、新党は、地方議会に限定した連合で、上下両院と、衆議会では、DP と NNP の統合は見送られた。党首には、 DP 投手のトニー・レオン、副投手に NNP 投手のファン・シャルクーイクが就任した。当初は ANCA の対抗から平成を保っていたが、リベラル派の DP と保守主義を主張する NNP との対立は次第に表面化し、わずか1年でシャルクーイクは DA からの離脱を表明した。しかし、NNP 支持者の多くは DA に残るとともに、DP が DA に 全面的に合流、野党第一党としての地位を確立した。その後も、野党勢力の結集を目指した取り組みを続け、2010年8月には、独立民主党と統合することに合意。ID は2011年地方選挙では、DA 候補として選挙活動を行い、2014年総選挙以降は、DA に吸収されることになった。同時に、 白人政党とのイメージを払拭するため、2011年10月に、若手の黒人女性政治家であるリンディエイマジブコウ、議会党首に、起用、12年11月の、第5回党大会を前に、元 ANC 党員で、東ケープ州の首相も務めたのしも、バリンデラを移籍させるなど、有能な黒人の取り込みも進めた。2014年1月28日、 連れ党首は5月に行われる総選挙において、南亜を代表する有識者で、新党、アゴングを結成したマンペラ・ランペレを、DA の大統領候補とすることを発表した。しかし、DA からは、ランペレの入党意思が不明確だと指摘され、アゴングからもランペレに対する批判が出た結果、1週間も、経たない2月2日に、DA とアゴングの選挙協力は破棄された。 5月に行われた総選挙では22.23%の支持を得て国民議会400議席中89議席を獲得2009年選挙との比較では5%余り支持を増やし22議席増となり躍進したほか西ケープ州の政権維持にも成功した2015年5月10日黒人のミュシマイマネを党首に選出した黒人が 同党の党首に選ばれたのは初めて。2016年8月に行われた、地方議会選挙では、8つの大都市自治体のうち、これまで第一党を維持してきたケープタウンを含めた7カ所で、得票を増やし、ケープタウンとツワネ、ネルソン・マンデラ米では、議席数で ANC を上回った。この結果、行政首都であるツワネと、南野最大の産業都市であるジョハネスバーグで、 DA 出身の市長が誕生、従来から市長の座を維持してきたケープタウンを含め3つの大都市自治体市長のポストを担うことになった。自由主義政党として非人種主義を取り、すべての人種に等しい機会を与えるとの考えのしたアファーマティブアクションのような特定人種を基盤とした政策については反対姿勢を貫いてきた。しかし、 2013年の雇用金等法改正で、マジブコをはじめとする DA 幹部が賛成票を投じたことをめぐる混乱では、ティレ党首が人種を無視することはできないとする見解を発表するなど、伝統的な非人種主義に揺らぎも見えている。ステート・オブ・パーティーズ・インザナ2020年5月16日越乱、ステート・オブ・パーティーズ・インザンコップ20名の内訳は、 衆議会から構成される、常任議員13名。衆政府の閣僚が兼務する、特別議員7名。AB 在南アフリカ日本国大使館。南アゲッポ日本外務省。2014年7月19日閲覧。佐藤アフリカレポート 2014-52P47 在南アフリカ日本国大使館。南アゲッポ日本外務省。 2014年7月19日閲覧。在南アフリカ日本国大使館。南ア月報。日本外務省。P1。2014年7月26日閲覧。在南アフリカ日本国大使館。南ア月報。日本外務省。2014年7月19日閲覧。在南アフリカ日本国大使館。南ア月報。日本外務省。 2014年7月19日閲覧。在南アフリカ日本国大使館。南亜7月法。日本外務省。2014年7月19日閲覧。南亜総選挙は、与党 ANC が圧勝。アパルトヘイト後5期連続。 アフップ部、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30146972014年7月19日閲覧長野最大野党、民主同盟に、初の黒人党首34歳のマイマネ氏。 アフップ部 http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30480492015年5月12日閲覧8カ所の大都市自治体と205の地方自治体の議会議員を選出する選挙で国政選挙とは2年ずらして実施選挙制度は小選挙区と比例代表の併用制 市長は、議会議員の誤選によって選出。時事解説。2016年南アフリカ地方選挙。大都市自治体をめぐる攻防。ジェトロアジア経済研究所。2013年10月21日閲覧。佐藤アフリカレポート 2014-52P48 個用金投法は。 カラードやインド系を含めた抗議の意味における黒人の雇用と昇進を保障するため1998年に制定された。同法では南アフリカにおける人種構成費を公務員や民間企業の職員構成と職員に反映させるよう雇用者に求めている。2013年の法改正における焦点は 同胞付随規則で150人を超える職員を有する公、私企業に対し、幹部職や専門職といった上位管理職を任命する際には、南アフリカの全国的な人種構成比に配慮する、要求めるものであった。この改正については DA のみならず、全国と人種構成比が大きく異なっている西ケープ州の ANC 支部からも強い反発があったため、 総選挙後の2014年5月末に同規則は撤回された。佐藤アフリカレポート2014の 52P49 投手であるついれが、ケープタウン市長を務めているために設置されたポスト。ありがとうございます。